こんにちは、建築家の佐川明です。これまで私は個人住宅や公共建築物、さまざまな建築を作ってきました。その中で小学校など公共建築物は地域との関わりなど地域に対しての関心も非常に高まってきた経験を持っております。その中で日本は今さまざまな課題を抱えているんですけども、建築家としてどういうふうに今時代を読んでどういうふうに考えていけばいいかを地域づくりを通して考えていきたいと思っております。日本は戦後50年間は動脈社会だったんじゃないかなと思います。それは血液で例えると動脈ですから、非常に橋とか道路とか社会的なインフラを多く作ってきました。で、50年過ぎたあたりからですね、静脈社会になったんじゃないか。それは成長から成熟していく時代です。で、静脈ですから非常にその細い血管ですね、規格とかソフトとかに置き換えることができるかと思うんですけども、その中で、地方はまさに今地方の持っている、豊かさを気がつく。そこにはソフトっていうか企画とかアイデアとか、培ってきた伝統とか文化とかそういったものをもう一度なんか見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。じゃあその中で豊かさって何なのかなっていうふうに考えた場合に、もう一度私は豊かさっていう豊かの字をちょっと調べてみました。そうしましたらは、豊かってこういう字ですけども、これを辞典で調べますと、字の源はなんかこういうこう英語で言うとなんか U の形にした中に、なんかこう物が入っている感じで、下はなんとなくこう豆っていう形に出ていました。で、これは何だろうなっていうふうにちょっと思ってさらに調べていきましたらば、これは神社にいろんなものを捧げる時のお膳の形が豊かさだっていうことが分かりました。あ、そうかそうか、かつては4里っていうか、1里が4キロですから16キロの範囲の中で取れたものも、多分そこら辺が人間が一日こう動いて歩けるような距離が多分16キロ、4里だったと思うんです。その範囲の中で取れたものを神様に捧げるっていうこと で、私たちも今年1年間おかげさまでこういうの取れましたよ、はい、神様これをこう食べてくださいっていう、そういうなんかこう、今で現代でいうその地産地消って言われてますけども、そういったものが豊かさなんだなっていうことはこの字の中から分かりました。だから豊かさっていう字はこの神様にあげるお膳のこの膳の形から来てるっていうことです。そうするとなんとなくこう豊かさの意味合いっていうのは、なんかこう物をいるとか、なんか高いものでお金をなんか買うとか、なんかそういうことではなくて、本来のなんかこう人間の持っている心の豊かさみたいなのが、なんか改めてこの漢字を見ると思い起こしてくれるような気がするんですね。